山田亮介、最後の藤金9主演過酷すぎる新んがり任務スノーマン中井雅宏、エムステ、かぶり、必死の急者にだらけ。ヘイ、セイジャンプの山田亮介、31が主演を務めるドラマビリオン×スクール、フジテレビ系過7月5日午後9時より、想像以上に厳しい戦いを強いられることになりそうだ。金曜午後9時の、 緊急ドラマ枠で放送される同作は、日本一の財閥系企業のトップであり、億万長者ビリオネアの主人公、鏡玲山田が身分を隠して学校の教師となり、様々な問題に直面しながらも生徒と行く姿を描く、オリジナルストーリーの学園コメディー。山田のほか市村正地下、75、足立弓、42、木並遥香、38、 トラビスジャパン、松田玄太、25、水野美紀、50、シダミライ、31めぐみ、42など、人気と実力を兼ねびえたキャストが揃う。あらすじ、キャストともに面白そうで楽しみなドラマではあるのですが、金曜9時枠は、金曜ロードショー日本テレビ系をはじめ、裏番組が強いですからね。これまでの金曜9時枠のドラマも惨敗を喫してきました。制作会社関係者、 フジテレビの金曜9時枠のドラマは2023年10月クールにスタート。第1弾は48主演のうちの弁護士は手がかかるだった。今年1月クールに桐谷健太44主演の院内警察が、4月クールには篠原良子50とバカリズム48がダブル主演を務めた。イップスが放送された。しかし、いずれの作品も視聴率は、 現在、テレビ各局は13から49歳のコア視聴率を重視しているが、イップスの最終回のコア視聴率は1.4%、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区と三端たる結果に終わってしまった。金曜9時枠のドラマの3連敗を受け、富士テレビは10月回ドラマ<う>放送をビリオン×スクールで最後にすると7月4日配信の スポニチアネックスが報じている。代わって火曜9時にドラマ枠を新設することになるとされる。バラエティ番組よりはドラマの方がまだ CM が入る。TVer などの配信サービスでもバラエティ番組よりドラマの再生回数が圧倒的な昨今の事情もあり、各局はドラマ枠を増やしています。しかし、富士の金曜9時枠はわずか1年で撤退することになったと。 ドラマ枠乱立が要因の一つでしょうが。山田さんは死んがりを務めることになるということですね。死んがりとは負け最高列で敵を迎え撃つものや舞台のこと。撤退戦の最後方を務める死んがりは戦国時代の戦のおいて一番しんどい役回りだったと言われていますが、山田さんも逆風とプレッシャーを感じつつ主演ドラマに臨むことになるのではないでしょうか。 全道大人げ名作映画を次々と放送するロードショーに加えて、金曜9時枠は人気タレントが出演する番組が多くありますからね。TBS の8時枠では、スノーマンの看番組、それスノーマンにやらせてくださいがあり、たびたび2時間 SP を打ってきます。昨今のバラエティ番組で数字を取りに行くとなったら、特番をやるのが上等手段に、さらに、 富士枠には中井正宏さん51の中井正宏の金曜日のスマイルたちへもある。ゲストによって数字はまちまちですが、人気タレントが出演するとなると注目度は一気に高まります。金スマも20時から2時間 SP などを放送することが少なくありません。全室の制作会社関係者。山田をかけるスクールの初回となる7月5日。 TBS では、嵐二宮和成、41と小泉孝太郎、45による、二宮孝太郎とソレスノの,の合体 SP を午後6時30分から10時まで放送する。二宮孝太郎×ソレスノ。合体 SP は間違いなく高いコアシチョ国民的グループ嵐の二宮さんと、スタートエンターテイメントで最も勢いに乗る、スノーマンの共演ですし、 秘密の嵐ちゃん TBSK の人気企画ランキングダービーも復活すると言いますからね。連ドラは初回を見てもらえないと一気に視聴者が離れてしまいますから、スクールには初回からいきなり2のかけるすのというあまりにも高い壁が立ちはだかることになるんです。ちなみに7月5日の金曜ロードショーはキングダム2が放送されます。こちらも 極めて強敵ですね。全道テレビ朝日のクミュージックステーションを放送している。エムステにもスタート社のグループが毎週のように出演していますよね。旧ジャニーズ事務所時代は所属タレント同士が裏かぶりしないようにかなり気をやっていました。しかし、スタート社になり、さらに独立するタレントも続出。以降はそのあたりが来ていますよね。どう 5月24日の8時から10時まで、ソレスノの2時間 SP が放送され、人気企画、ダンスのンコピレボリューションでは、スノーマンとキスマイ FT に、千賀健とン,ン33、河合フミト、36、ストーンズジェシー、28、トラビスジャパン宮カ海トらがダンスバトルを繰り広げた。5月24日のソレスノ。 2時間 SP のコア視聴率は4.3%と非常に高かったんですが、同日9時の m ステにはキングプリンスが出演しました。こういったところからもスタート者になって裏かぶりをそれほど気にしなくなったことが伺えます。そうした流れの中で山田さん主演のビリオンかけるスクールにとって大事な初回の真裏にニノーマンの番組が来ることになってしまったんでしょう。 また、ビリオン×スクールには直接関係ないですが、10月からは、ニノさん。日本テレビ系も金曜夜の視聴率争いに参戦することになります。前室の制作会社関係者。ニノ宮の冠無理バラエティ番組、ニノさんは、これまで日曜午前からの1時間番組として放送されてきたものの、10月改編でゴールデンに昇格することが内定していると報じられている。 10月からは金曜7時のゴールデン隊に進出することになるといいます。通常放送では、ソレスノやエムステと被ることはありませんが、2時間 SPP を打ってきたら激突することになる。ニノさんは、視聴者に番組が枠移動してきたことを認知してもらうため、早い段階で大型特番を放送する可能性が高いでしょう。全土 ビリオン×スクールの初回となる7月5日にエムステンの放送はないものの、7月クールの金曜日の金スマエムステ、ビリオン×スクールと旧ジャニーズ事務所出身タレントが出演する番組だらけということになりそうだ。ドラマは面白いかどうかが最も重要ですが、一方で同枠は旧ジャニーズタレントや OB ばかりという状態になりそうだと。それぞれのグループ、 タレントはたくさんのファンを抱えている。今までもそうでしたが、7月クールの金曜9時は、これまで以上に激しい旧ジャニーズタレントたちによる視聴者争奪戦になることが予想されます。どう旧ジャニーズタレントの出演番組がひしめく金曜9時、山田主演のビリオン×スクールは同枠の優秀の美を飾れるのかしんがりを務める山田は、厳しい戦いに臨むことになりそうだ。